リリチオ、俺すごい悩んでる。天月。なんで？前回あれだよね、天月ね。ユートと海賊同盟組んだもんね。ぶっちゃけ俺さ、うん、何？ゾロよりマルコの方が好き。え、あれだよね、白ひげ海賊団だよね。全然先やんって。え、まだ無理じゃないの、天月。マルコになるのって。語尾に酔いつけときゃなんとかなんねんって。お前そんなこと言っていいのか、分かったじゃん。天月、ゾロからマルコに転生するらしいです。酔いじゃないやつをつけたら、もうその時点でマルコダメやからね、使っちゃ。別の人間にマルコ渡すからね。当たり前だ、酔い。そうですね。前回の動画はこのジャングルのところまで行きましたんで、次のところに行こうかなと思います。次の適正レベルって何ですか？動画班。ジャングルの次って何？何レベルが適正？ 30 だえ？だえ？時系列的に今日さ、あれあげたの。カプセルに捕まえると、ロバックスが手に入るみたいな。ラドンがプチ炎上してるんよ。何件かコメント届いてて、ラドンひどすぎる。ラドンお前マジで人としてひどいぞみたいな。案の定ラドンが今コメント欄で叩かれまくってるからさ。コメント読んであげるよ、俺が。グソクムシちゃん選ばれてかわいそう。ステラちゃんデブはかわいそう。さすがにデブはグソクムシがかわいそう。ユウダメ。回復したらダメだろう。副隊長のユウはダメだろう。グソクムシ、スズステラさんかわいそう。ただ着物着てるだけですよ。シラスさんはなんでいないんですか？みたいな感じで、はい、コメント欄がちょっとプチ炎上してます。叩かれてます。まあ、具体的には、ラドン、ユウ、シラスですが叩かれてます。今回の動画で。どうすんのこれ、マジで。ラドンくん。ラドンくん、謝罪しといて、視聴者に。シラスは、なんか、シラス推しのリスナーさんが、シラスが参加してないから、なんでいないんですかって怒ってる。スーツ着て謝罪動画を撮れ！だって。もう視聴者を味方につけてきてるぞ、グソクムシ。俺らアウェーだぞ。罰ゲームじゃんか。そうなんですよね。グソクムシのために作ったわけじゃないもんね、あれね。あれ、事前に作ってるんですよ。事前に T シャツ作った上で、俺が適当に、誰々誰々って振り分けてるわけやから、別にグソクムシじゃなくてもデブになってたからな。女の子がデブってなったら、お前、あれなんやな。視聴者急に擁護しだすんやな。デキレース、デキレースじゃねえだろ、お前。はい、皆さん、じゃあちょっとさ、一旦さ、30レベルぐらいまでレベル上げていこう。ドガン30レベルになったらちょっと集まって。ちょっと俺も30レベルぐらいまでちょっと作業するわ。はい、ということなんで皆さん、なんとかね、レベル30レベルまで上げましたんで、ようやく次のエリアに行けるみたいです。パイレーツビレッジ？海賊村？っていうところ、ほら、あそこ、370メートル先にあるらしいんで、次はそこに向かおうかなと思います。はい。シャープ2ということで、ユウさん、副隊長のユウさんが来てくれたみたいなんだけど、ユウのレベル何レベ？120レベ？ 151？あれ一応さ、俺、最初なんか話し合いで決めなかったっけ？ 100 レベル以下はサブアカ作ろうねって話してなかったっけ？みんな違う違う。一回ね、個別チャットで話し合ったんよ。最初、80レベルぐらいで、悪魔の実の能力何も持ってませんみたいな感じだったんよ。だから、サブアカ作らないでいいですかみたいな。これ以上上げないんでって話だったけど、お前なんで151まで上げてんだよ、お前。意味がわからんだろ、お前。撮影中に裏で上げてたら、うん。上がりすぎた。ユウさ、海賊村まで来れる？海賊村。じゃあ、一回ユウと合流しよっか。ちょっと動画班もさ、ユウと合流してから話し合わない？処罰は。とりあえずほら、みんな見て、ほら、クロハが、何この船？これクロハ自分で買ったの？ほら、クロハ買ってくれてる、敵やけどね、一応敵なんだけど。よし、俺ら5人行くぞ。でもすでにですね、海賊村の方行ってる子いるんで、敵の船がある？え？敵の船？おい、何しとんねん、お前、こら。結構食らうくない？お前結構強くないか？え、マジで大丈夫？うん、なんか全滅したんだけど。うん、全滅したぞ。コマンダーお前なんで仲間殺してんだおめえ。剣の統計だけアホみたいに高い。お前は剣が強いのか。剣だけ261？ は？おい、俺ですらまだ50やぞ。攻撃特化で。マジかよ。まあ、とりあえず皆さん、海賊村行きましょう、海賊村。はい。ということなんで皆さん見てください。こちら。三つ目の島、海賊島らしいです。敵さんもあれだね。なんかみんな海賊なんやな。え？宝箱とか落ちとるやん。みんな。おい、動画班、宝箱落ちてるよ。知ってた？これエリア内に宝箱落ちてこれ拾ったらお金になるわ、これ。敵のレベル、35レベルやから全然やれそう、これ。待って、これさ、スポーンポイントセットせんっていうかやね。まずね、皆さん着いたらまず必ず、はい、セットスポーンしましょうね。これでリスポーン地点をここに固定することができましたと。で、クエストのこれを受けないといけないわけか。海賊野獣ボビー。ボビー？これバギーや。これもろにバギーやん。全然ボビーちゃうやん、これ。動画班全員集まってちょっとボス戦やってみようぜ、この段階で。今の段階でどのレベルまで通用するのか見てみたくない？ 34、35、32。そんなもんよね。36。現状こんなもんや。これを、
みんな素で伸びていくぞ。素で伸びでボビー倒せるかやってみるぞ。いいか。よし、みんなじゃあ行け。素手だけ。俺ら素手だけで倒すぞ。みんな行け。やれ。はい、来ました皆さん。12人大人数で、はい、ボビーボコボコにします皆さん。行けみんな。はい、殴れ。12人でボビーボコボコに。痛い。やれみんな。痛い。ボコボコ。てか動画班ちょっとさ、レベル上げたからでいいけど、ユウどうする？現状さ、150レベルらしいんよね。でもあのユウの言い分もあるらしいんよ。バイトが忙しすぎてあんまり参加できませんだって。だからあのサブアカでやるとほとんどレベルが上げれないから、本アカでやりたいんですっていう説明があったの。サバカってやっぱそうだよね。 PVP で決めた方がいいよね。天月の本アカと PVP をしろ。よくない？普通に俺今ちょうど本若、そうです、なんかネタするために本若できてるから。天月、悪魔の実の使用を許可する。アホかお前って。いや本気で戦え天月と。お前の熱意を見せてみろ。多分うちの動画班で最強やぞ今現状。はい、あ、いいね、ここいいね。ユウ、天月、お互いに本気で戦え。天月ちなみに何の能力持ってんの？悪魔の実、本若見せて。軽く出していいぞ悪魔の実。いいねー。はい。おー、はい。まあ、勝てるよね、言うね。無能力やぞ、あれ。いや、勝てるでしょ、お前。何言ってんだ、お前。あれぐらいは勝たんとダメやろ、お前。殴るな、俺を。お前、何しようね、お前、ほら。闇、感謝、だって。覇気が全てを凌駕するだって。その、感謝、だって、悪魔の実。だから、いいか、言う。思いっきり、殴れ。覇気がねえんだよ、って。戦いの中で覚えればいいんだよおめえ。はい、ということなんで、本若同士の戦い UVS 天月の 1V1 です。1についてよーいスタート。いけ天月、いけ U、 天月 U、 殴れまず、殴れ、いけ殴れまず、いいぞ、ほら食らってる、ほら殴れ、よし、いいぞ、食らってる、もっと殴れ、よし、いいぞ、殴れ、痛い、ほら、いける、畳みかける、今しかない、次は俺の番だねって。え、ゆうくん、ゆう諦めんなってお前。はい、連続攻撃、ほら、連続で攻撃しろ、ほら、避けた、ナイス、いいね、ほら、ゆう、消えた、いなくなったんだけど、おい、どこ行った言う。あいつ消えたんだけど、みんな。お前に誰が勝てんねんって。あの、150レベル上げすぎ、あなた。シラスとかでも今50レベルぐらいやぞ。あなた、あの、一回、サブアカ作ってきなさい、今すぐ。で、サブアカから1からやり直し。はい、いいですか？次の撮影までにサブアカで来ることいいですね。で、レベルを50ぐらいにしといてください。よろしくお願いします。え、ちなみになんで天月本アカできてんの今回。ユウをボコボコにするためだ。むちゃくちゃやな。だってほら、ロギアだから通らんってことだよね。ロギアって、あの、例えば、黒ひげが持ってる能力だとか、スモーカーとかあんじゃん。そういう系のやつってほら、殴ったらもうほら、こんな感じで、覇気ってやつをまとわんと、ほら、攻撃が通らないの。これをロギア系の悪魔の実って言います。これ通らないのマジで攻撃がほら。うん、あの、こういう風になっちゃいます。はい、こういう風になっちゃうんで、あの、現状の天月最強なわけですね。早く戻してこいお前。じゃあ戻してこいお前、サブアカに。何しょんねんお前。はい、ということで、じゃあレベル上げしていくぞ。俺こんなことやってる場合じゃないよね。普通にレベル上げんといかん。リッチマン、お金持ちだって。てんてんてん、話す。おい、黒羽こいつやるべ。やるべ。お金をいくらか以上持ってないとダメですよみたいな感じなのかもしんないね。もしかしたら。その可能性あるくない？おう。あ、ポテイト。初登場、ポテイトさんです。来れました。あ、こんにちは、ポテイトさん。よろしくお願いいたします。かっこいいね、なんかね、服装ね。ポテイト、海賊側に行きたいんだ。海軍志望のポテイトね。面接とかはあるのか。海軍は、あの、クルオハが全部仕切ってるんだけど、あの、クルオハと、誰だっけ、ナオ君とコマンダーの面接がある。あの、3人の面接を通過しないといけないから、ちょっと準備しとくわ。じゃあ次回までに。クロハがあの面接会場と面接の質問内容全部クロハ一人で考えとくらしいから。当たり前。そうだから次回以降やろっか。80レベルで防御全振り。あれはパワーとかさ、あれはブロフル有識者どうなの。防御全振りしてるらしいんだけど。天月の本若の攻撃が耐えられるのかやろうだって。痛いのは嫌なので防御力に全振りする。じゃあ天月本若で来い。天月の攻撃に耐えれたら、あの、サブアカ回避。これサブアカやでって。あの、だからサブアカのサブアカを作るっていう、うん、サブアカを作らんといかんかもしれん。はい、じゃあということなんで、あの、ポテイトさん、あの、攻撃力はもちろんゴミなんで、だから天月の本気の攻撃にポテイトが耐えれるかっていうのが大事。
ちょっと本気を出すので待ってください。え？何？え？なんか食ってるぞみんな。え？何を食ったんだろうね。なんか天月がなんかフルーツ食ったぞ。お離れになってください。え？何の能力なの俺。初めて見る。ここら辺で大丈夫やろワンタ。見とこうぜ。ちょ隠れとくか。いいよ天月じゃあ。ポテイト。そこで立っとけお前はずっと。行くぜーって。何？え？ポテイト？ポテイト？ポテイトー！は？何あれ？マグマってあれだっけ？海軍大将の悪魔の実だっけ？マグマグの実だっけ？もともといなかったんじゃね？あ、そういうこと？そっから？まず、そっからか。マグマグ強いな。マジか。ポテイトさん。まあ、ポテイトさんまあまあいいでしょ。じゃあこれからもっと強くなってください、あなたは。ね、一応ね、サブサブ赤作るわけにはいかないんで、ゆうさんは本赤で参加してたからサブ赤なんで、はい。いい子、いい子。そう、タンクしようか、そうだね。俺、まだ30レベルなんやけど、俺。殴りのタイプも違う。お、ほんまや、蹴りや蹴り。30？ そういうのってどこで買うの？それ。え、てかさ、この海賊島でなんか新しく買えるものってある？カム。お、ほんまや、なんかショップがいる。ダークステップティーチャー。これ30だよね、絶対ね。やった。話す。何？15万円でダークステップの戦闘スタイルが学べるらしい。全然足りねえんだけど。3時欲しいね、普通にね。なるほど、そういう要素もあるんだ。リリチを見てくれ。ノットの方どうなった？え、ノット二刀流じゃん。ノットは剣特化型で行くんだな。いいね、いいね。ほら、みんな見て、動画班。おのおのが、こういう形で行きたいと。こういう風に強くなりたいっていうのをどんどん願って、ここまで大きくなっていってるぞ。お前マジ殺すぞって。ごめんなさいごめんなさい、ダメ、取っちゃダメですね。これさ、みんな俺もバギー倒せるんじゃない？35やけど、やり方次第じゃ勝てそうやけどな。ほら無理か、まだ。ほら一発殴って下がるみたいなの繰り返したら勝てないかな。無理か、まだ。さすがにバギーは無理や。このさ、ブラックスミスって何？ちょっとさ、せっかくだからいろいろ話しかけてみるか。アップグレードウェポン、ああ、銃とか剣をアップグレードしてくれる人か。ほうほうほう。俺でも俺剣なくなったわ。ん？リリチオレアモンスターが湧いた。どれどれ？真ん中の島行く？どういうことなんかみんな、なんかレアなやつが湧いたらしいよ。全然わかんないけど。真ん中の島にアーロンが湧いた？レイドボスってやつか。行こっか、じゃあ。皆さんなんかアーロンが湧いたらしい。ほらみんな見て。シラスがめっちゃ指名手配されてんだけど。どこ？おお、すげえ！本物やん、アーロン。みんな、レベル100って書いてるぞ、みんな。一回離れて離れて、一回逃げよう逃げよう逃げよう。全員逃げて逃げて逃げて。俺たち全員で何回も何回もぶん殴りまくったらいける？数の暴力でなんとかなる？ちなみに時間制限があるだって。よし、みんな行こうじゃ。戦おうじゃないか。やばい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 。全然勝てんないけど、みんな。痛い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 。よし、みんなで行け、みんな。カオスすぎる。よし、全員で行け、全員で。これ勝てるかな？誰かやられたぞ、おい。誰か普通にやられたんだけど。痛い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 。やば。強くない？こいつ。一発でほとんどなくなるぞ、体力。俺が何人か殺してるんやって。いや、殺すなや。殺すな、なんとか防げ、なんとか。OK？ うわ、そのアーロンの剣欲しいな。よし、やれ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 。ナイスナイス。避けて避けて避けて一回。みんな！みんなやられるじゃん。よいしょ。きついなこれ。危ない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 。うわ、無理だ。いけるかな？いけるかな？はい、避けて。あとちょっとあとちょっとあとちょっとみんな。ラストラストラスト。やれー！ナイスー！やったね、みんな。お、一気に38までいった。ナイス連携、みんな。上がらなかった。え？もらえなかった。え？なんか全員がもらえるわけじゃないんだろうね。たくさんダメージ与えないとダメとかあるんじゃない？そういうの。こういうのもあるんだ。また天月教えてよ。こういうレイド出てきたら。面白いね。じゃ、戻ろっか、みんな。オッケー。相当強くなった。え、てかさ、みんなこれどう？動画班どう？これ、攻撃力59、防御力39、111なんやけど、これどう？攻撃力とさ、防御力しか上げてないんだけど。あ、それは別に間違ってないんだ。なんか変にさ、剣かなんか振り分けん方がいいかなってなったよね。
メレーが118、やっぱ攻撃特化の方が絶対いいってことか。じゃあ攻撃と防御力メインで上げていくわ一旦。で結局その悪魔の実が多分ね次回の撮影イコール手に入るんで、そうなったらブロックフルーツに振り分けるみたいなのが多分一番いいんだろうね。防御力239、圧倒的すぎる。え、なんか俺闇闇がついてる。なんで実じゃなくて能力がついてる。え、どういうこと。悪魔の実を買ったわけじゃなくて能力がついてん。ちょ、出してみて。じゃあなんで出してみて、ナオくん。なんでや、うん、なんでや。いや意味がわからんやろ。お前警官だろ。お前可愛い警官がなんで闇闇持ってんだよ。食べた判定になってる。天月がマグマグの実食べたじゃん。そしたらナオくんの方に行った。やっぱ二人合体してるから。自然脇のやつを食った。食ってない。視聴者さん、なんか分かった人がいれば教えてください。悪魔の実食ってないけど闇闇の実が急に付与されたらしいね。海軍側強くね。そうなよね。まあ、次回の動画でさ、悪魔の実みんな引くじゃん。能力みんな手に入れるじゃん。最初から闇闇の実って手に入んの？一応そのガチャで手に入んの一応。あ、ガチャから入るんだ。まあまあ、じゃあ、まあ、ナオくんはもうこっから、今日はだからもう何もしないで、何もしないで待機でいいんじゃない？次の動画で絶対みんな悪魔の実引いてもらおうと思ってるから、次の動画で。海軍が闇闇持つってやばくねえか。じゃあさ、動画内から集まって、40レベルの人たち。このレベルだったらさ、全員でバギーやれるんちゃう？どう？さっきはさ、ボッコボコにやられたじゃん、俺ら。全然倒せんかったじゃん。一回もやられずにバギー撃破。これいけるくない？普通にみんなでやれば。じゃあ、ナオくん。まずはナオくんが一人で攻める。ダメだったら俺ら全員で突っ込む。いいか。よし、ナオくん行くんだ。行ってこい闇闇。はい、ナオくん一人のチャレンジ始まりました。我々は見ておきましょう。さあ、どんな感じで戦うのか。始まりました。ナオくん、ナオくん、いいぞナオくん。一回みんな戻ろう。作戦会議。ダメだ。一回戻ろう。わかりました。じゃあ、動画班全員で行きましょう。動画班、じゃあ全員でやれ。全員で。戦うぞ、全員で。ラスト、これ、ぜひ戦って終わるぞ。ここのボスを、痛い。みんなこれ、みんなこう、ブロックスフルーツってさ、ガードボタンないの？ガードは。ガードはできないのか。ナイス。殴れ。ああ。やれ。畳みかけろ。痛い。うわ、みんなやられてんじゃん。やれ。うわー、いける？ナイスー。はい、ということなんで、今回はですね、この海賊島攻略しました。バギーですね。次回、今レベル低いんですけど、全員レベル50にして、次回悪魔の実を購入するところから開始します。で、次の、ワールドに行こうかなと思います。はい、そんな感じで今日のブロックスルーツは終わりです。皆さん、お疲れ様でした。